アロハカズキです。アロハ。今日はですね、前トナリのお兄ちゃんが、まあ、ロストの板のデモンストレーション会をやって、まあ、試しの理解をやって、うん、でその時に私はこの板を乗らせてもらったんですけど、うん、一番最新モデルレトロリパーって言って、うん、だからオールドスクールのアウトライン なんだよね、うん、だからテールとノーズも分厚くてワイドで、うん、結構ここまでこう横からすると分厚いんだよね。だから漕ぐのとかいい感じ。もうちょっと短いけど分厚すぎて幅があるからパドリングとかはもうちょっと漕ぎやすかったじゃん、うん、そうですね、短いけど、うん、でもいいところにそうボリュームがあるから。ちょっと最近ねノースも夏になってきて、今週はもう波もずっとフラットで、うん、サーフィンもできなくて、やっとねちょっとうねりが入ってきたので、せっかくのお兄ちゃんにちょっとこのボードを貸してもらって今日ちょっと頑張りたいなと思います。はい、はい、これ絶対ほらネギの後グーフィーがあって、あ、いい波じゃん。うん、グーフィーの方がもうちょっと長くて、ね、そうだね。でもグーフィー感じちょっとちょっとサイズあんね。そう、これが一番、これマックスじゃん。あ、でも割れ方がこう優しい感じだから今日わかる？うん。でもこれセットだったね。これカキも曲がれるときにいただきポーンってさ。うん。わかる。多分今日曲がれるって感じ。でもそんなハーブじゃない。オッケー、行こうぜ。行ってくるわ。頑張って。よっさ。こっからだよ。カズキの本当に2回目だけ入る、あるいは俺もちょっと一人で入らせるの緊張してるけど、しかもこのセット頭は余裕にあるんだけど、カズキ大丈夫でしょ？でもちょっと風が温床で割れ方がいつも通りよりちょっと掘れてなくって優しい感じの割れ方です。あ、今日余裕、タイミングめっちゃ良かったわ。余裕にアウトに着くわ。おお、あーカズキ前乗りすればよかった。シェ、あ、行ってカズキじゃんこれ。わー、ファーストウェーブ、ナイス。あ、ちょっとミスしちゃったテイクオフ、嘘でしょ。で、違う人を撮ってて、ドロッピンしろって言ってたのが、カズキにドロッピンって間違って言ってました。この女がカズキの双子、ラウシから見ると、もう全然違うウェットスーツの色じゃねえかって。ここも、ハリーバーって結構ローカルが強くて、ローカルの子供たちも結構来てて、で、ノーショーでも唯一、レッスンは、まあ、別に知ったらいけないところじゃないけど、もう、あんまし したらダメなポイント、唯一のポイントで、こう押してんのとかあんまそういうの絶対やると、もうライフガードも声かけてるぐらい止めるレベルなんで、僕も何回かここ、アドバンスレッスン来たことあるんだけど、アドバンスとかのレッスンはもう絶対押さないって決めて、もうガイドさんみたいな。めっちゃでかいセット来てます。遅すぎるわ。もっと早く上に戻って下にスピード。スーパースピードってます。怖いね。はい。いた。おお。頑張れ、回ってこい、回ってこい。あー、下に降りすぎた。あ、すごい。
バセット来てます。おぉ、ハドゥーケン。疲れてる。またセットしてます。もうボン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 。あれ、これいけるんじゃん、かずき。ナイス。おーおーおー、かずき、あーちょっと置いていかれちゃったんだけど、わーおー、テイクオフだった今。これ出てこれないんじゃ前に。頑張れ頑張れ。今のテイクオフめっちゃ良かったのに、ちょっと下に降りすぎかな。でちょっと体重も後ろの足に乗りすぎ。頑張れ。ちょっと手前すぎだね。これ巻かれるんじゃ。うわー、惜しかったわ。おー、どうなってんの。 What's happening, Kazuki? What's happening? はい、おかわり。Yeah, watch out, Kazuki 来てるぜ。 Yeah!ちょっと置いていけちゃったね。お、いい感じいい感じ。お、ちょっと置いていかれる。ナイスナイス。今の下に行き過ぎ上がず、ナイス。ちょっとターンしようとしたけど、もうちょっとスピード上げないとターンする前に。ほら、下に乗りすぎないとスピードがこんなに出るの。ナイスナイス。またこう、ナイス。いやいや、ナイス。お疲れ。カズキめっちゃうまかったじゃん。めっちゃ楽しい、この板。やっぱポジショニングとテイクオフ、たまになんか前すぎて、それはここあんまり入ってないから。そうだ、2回初めて人もらえるし、ね、この1時間半で結構乗った。いや、本当に何もいいし、人もすぐなかったし。回も画像でいっぱい話すんだけど、下降りすぎ、最後の波、あれみたい、スピードある時横に行ったじゃん。めっちゃスピード出て、唯一出てこれたグーフィーでしょ。やっとと思って、でも波あんな10本乗ってやっと買えんのは、ちょっともう2、3個目で買えないといけないんだよ、カズキ。気づかないとなんで前に出てこれないのって。それは惜しかった。で、温床はだから風もちょっと難しいしね。でもそのおかげでカズキも余裕に入れた波も2個ぐらいあったんだよ、すぐパーンって乗れたの。でも、うまかった。この板カズキ調子いいわ。めっちゃこの板調子いい。テイクオフがまずすごいやりやすい。ね。刺さらずに乗れる。いける。うん。なんか反応もすごく良かった。このモデルゲットしないといけないかも。いいよ、ゲットしたいね。だからこうやってね、飛び縛りで見て、前はちょっと軽く一回乗ったんだけど、今日はガッツリね、一人でやって、本当に楽しかったから、まあ、今いっぱい板あるから、とりあえず、これ参考にしたいと思います。ね、いいね。
以上です。いいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。あるいはアリーバ